やっぱ女性って大変だよね。例えばさ、ミャコさんとかでさ、置き換えて考えると、ミャコさんってすげえ顔可愛いじゃん。で、なんかその放送とかね、俺最近チラチラ見てるんだけど、なんか愛嬌も良くて、なんか昔と比べて、ミャコさんの放送すげえ面白いんだよ。なんか面白いのね。<laughs> この上から目線で申し訳ないけど <laughs>。だから、でもさ、見た目って必ずさ、誰しも朽ちてくじゃん。特に女の子ってそういう影響受けるでしょ。 大変だよな、生き残るの。本当に生き残るの大変だよな。でも絶対なんか集計恐怖とかになって整形とかはしないでほしい。なんか美しく、なんていうのかな、歳を取ってって別にシワがあってもいいじゃない。なんかそういうのを恥じない女になってほしいな、俺は。好きだからこそ。<laughs> 劣化じゃなくて誰しも老化するからさ。老化。こんなの別に当たり前のことじゃん。そんなのに惑わされずに、なんか美しいまま歳を取ってってほしいね。 美しいまま。ありのままの姿が一番綺麗だしね。あの人とかすげえ理想だよ。宮沢りえ。宮沢りえなんてシワシワだけどすげえ愛嬌あって可愛いじゃん。多分さ、あのー、芸能人の人たちなんてさ、整形とかっていうか若返りアンチエイジングとかいっぱいしてるだろうけど、宮沢りえもしてるだろうけど。でも整形してないと思うんだよ、宮沢りえって。だから、すごい老化してるのね。 ほうれい線がばーって浮き出してたり、目尻のシワが。でもああいうのってさ、美しいものじゃん。だ男はみんな別に若けら若けらいいっていうか、若いのは正義なんだけど、そさ30歳の、じゃあ例えば40歳で20歳に見える女よりは、20歳の女を選ぶからさ、意味のないことなんだよ。だお前が四十歳、お前が20歳に見えたところで、お前は40歳だろってことじゃん。お前も20歳の頃があったんだから別にそんな、ねえ、 なんか、間違ってると思うんだよな。<laughs> ライ LINE の QR コード教えてくれ。おめえみてえな、あれに教えねえって言ってんだろ、くだらねえ。ただでさえくだ,くだらねえ LINE がいっぱい届いてんのによ。女子高生からのデートのお誘いとか。そういうな、俺にも、いろいろ来てんだよ、なんか。女子高生からのデートの誘いが来るわけよ。で、俺心が揺れるわけ。あ、はあ、若え女だみたいな。<laughs> 水弾くんだろうな、みたいな。 それは俺は誘惑に負けないから。俺は誘惑には。<laughs> いくつから弾かなくなるんだ ?25 からだな、多分な。でもいいじゃん、別に弾かなくても。だから俺だって年を取るし、限界だよ俺だって年を取るし、ねあんただって年を取る。それでいいじゃないか。な <laughs> ね、若さ若さをね、追求してたら本当にくだらねえ人生になるよ。若い時なんてあるんだから。楽しかったでしょ自分の二十歳ぐらいの頃。 ただその時、その自分が二十歳だった頃の楽しみを今の二十歳の女の子たちはやってるだけなんだって。いずれ、いずれ朽ちるんだから、そんな生きがってる女も。<laughs> そんでマイシャンみたいになんだよ。<laughs> マイシャンみたいになんだよ。ダイエットとかさ、美容に取りつかれてさ、で、対して <laughs>、努力もせずにし、なんていうの、就活もせずに、見た目ばっかりな、磨く女になるんだよ。で、三十、三十過ぎて気づく、あ、うんこちゃんの言ってたことは正しかったんだなって。気づくんだよ。 そういううにならねえうちにな正しい精神をな手に入れとけよ。マイちゃんが出雲大社に取りつかれてさ、あいつマジやべえよな、マジでな。<laughs> あいつ才能あるよな、そういううざい女の。多分日本で今一番うざい女だ、マイちゃんが。出雲大社マジで効果があるんだけど、みたいな。知らねえバカがよ。<laughs> あいつもう本当に <laughs>、うざい女を、集大成。 多分、いろんな女が、あの、わっ、まあ、マイちゃん顔可愛いじゃん。だからなんかその、いけてる女の、うざいいケけてる女の執着点がマイちゃんあんな女になりたくなったら早く卒業した方がいいぞ。俺の配信で女を磨いて。<laughs> え、可愛くないえ、別に好みの違いじゃみんなはさ、そうやってマイちゃんとかのことを可愛くないとか言うから、その、女の悪口に信憑性がないんだよ。別に顔が可愛い。顔以外全部ゴミじゃん、あいつは。だから、 ちゃんと、しっかりいいところがいいって褒めてあげないじゃん。確かに顎まわ、ま、曲がっててナスビみたいな顔してんけど、顔は別に可愛くない。必死で可愛く撮ってるじゃん。可愛い顔してんじゃん。で、それ以外は全部ゴミってだけで、そこはちゃんと認める場所をちゃんと認めてあげないから、なんかその、上っ面だけの、鼻、いや、そう、歯が、ねえ、なんか歯茎がなんか突出してたりさ、そういうところを、やっぱ認めてあげないと、的確にな。 分析してあげないと。いいところ褒めてこそやっぱ悪いところもしっかり認めることができるというか。<laughs> 心が曲がってしまう。いや、な彼女ね、俺あんま会ったことないし、電話で喋ったことも、あとスカイプで一回だけ放送で絡んだことあるぐらいなんだけど、多分彼女はすごいまっすぐなんだよ。まっすぐだからこそ、あ、いや、てかやめようぜ、毎週の話してでもいいや、面白くねえや。<laughs> 一生懸命なんか、俺のエネルギーを無駄にしないでほしい。あんなクズのために。<laughs> やめよう。忘れようぜ。宅配ゲロモンスターの方がいくらかまだマシだマイシャの話するなら。<laughs> エネルギーをここで、残り30%のエネルギーをマイシャに使うのは本当にダメ、ダメすぎる。うん、お前マイシャンと出会うってマジ。いや別にその、彼氏か,から、だあれ、彼、彼氏できたんじゃないの彼氏。てかマイシャンって今歳いくつなのあいつ28ぐらい。 27ぐらい前さん年いくつ ?27?26 なんだまだそんな若いんだ俺の4個下なんだはあ。今年27なんだ !27 なんだなんかそうやって考えると、